5月5日は、子供の日。この日はもともと、端午の節句、と言って、男の子の成長や一族の繁栄を願う行事が行われていましたが、それが昭和に入り、国民の祝日として制定されました。アニメには、子供が活躍する作品が多数存在します。毎年この時期に劇、ババンが公開され、ゴールデンウィークの劇場を賑わせる、名探偵コナンや、クレヨンしんちゃん、などなど、そこでアニメ、絵は、子供が活躍するアニメ作品といえば、と題した、読者アンケートを実施します。自由回答形式で、これだと思う作品、名をお答えください。アンケートはこちら締め切りは5月1日、火曜日、23時59分まで、アンケートの結果はまとまり次第公開します。オラク。